ジャニーズ事務所を対処した人気タレントたちが、新たな活動の場を見つけました。元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が設立した新会社、トゥービーに、元 V6 の三宅健に続き、元キングプリンスの平野ショート神宮寺雄太が合流することを発表したのです。2日に、同社の一員となった三宅は、 4日に NHK の朝のニュース番組にバーリトゥードアール出演し、今後の活動について語りました。三宅はここから先もアイドル度を極めたいとアイドルを続けることを強調し、新しい環境でアイドル×に挑んでいきたいと意気込みを示しました。一方、 平野と神宮寺は7日に TUBE の公式 YouTube チャンネルで行われた生配信で、自らの決断をファンに伝えました。二人は TUBE で新しいことに挑戦していきたいと話し、滝沢市から自分らしくやってくださいとエールをもらいました。また、三宅がスペシャルゲストとして登場し、 二人に花束を送りました。花束は二人のメンバーカラーである赤と青であり、ネット上では感動の声が相次ぎました。t o b i は三宅の合流発表時に、c o n、t o b i c o n t n e e d 0 1というハッシュタグを使用しており、今回は、c o n、t o b i c o n t n e e d 0 2というハッシュタグが使用されました。 これは、2B への新たなメンバーの合流がつくことを示唆しています。三宅は、生配信の最後に、来週14日。この時間には、僕たちと新たな仲間たちで生配信をさせていただく予定でございますと発言し、新たなメンバーの合流を予告しました。三宅、平野、 神宮寺に続くメンバーとして、ジャニーズジュニアユニット、インパクターズの元メンバーたちが有力視されています。インパクターズは5月25日にメンバー7人全員でジャニーズ事務所を退所しましたが、IMP、IMP というロゴが商標出願されていることが明らかになっており、出願人として t b のファンクラブ担当者と同姓同名の人物が記載されていました。ロゴは愛が数字の7をアレンジしたような形になっており、だけがピンク色になっています。メンバーが7人いることや、インパクターズ時代のロゴはオフレールステーションの部分がピンク色だったことから、 新グループのロゴである可能性が高いのではと見られています。QB への合流が発表された三宅。平野神宮寺は、ジャニーズ事務所への忖度によってテレビ各局が敬遠し、しばらくは地上波などのマスメディアにおける活動が難しいと見られていました。しかし、4日に NHK が、 三宅のインタビューを放送したことで、NHK は出演に問題なしという立場を明確にしました。これに倣って、民放各局が t u b i 所属タレントの起用に合サインを出す可能性もありそうです。ジャニーズ退所後も活動の制限がないとなれば、t u b i に退所組がさらに集まってくるかもしれません。 トゥービーは、三宅の合流発表の際に、滝沢氏が、一週間前に、ツイッターに、フライドチキンの画像をアップしました。かつて、滝沢氏は、三宅と舞台で共演したことをきっかけに、ケンタッキー、ケンタッキー、というユニットを組んでいたことがあり、いわゆる、匂わせ、だったと見られています。ファンは、 今回も、匂わせ、ガールのではと考えており、滝沢氏が7日の生配信をツイッターで告知した際に、シャーシャーという謎のコメントを書き込んだことから、シャーはペルシア語で、おを、お意味する言葉だから元キンプリ二人のことでは、いなどと深読み合戦が展開されています。 トゥービーはジャニーズ事務所から独立した滝沢氏が設立した新会社であり、ジャニーズ事務所から対処したタレントたちが新たな活動の場として選んでいます。トゥービーはアイドルかけるというコンセプトで、これまでのアイドル像をアップデートすることを目指しています。トゥービーは YouTube や SNS などのオンラインメディアを積極的に活用しており、ファンとのコミュニケーションや情報発信に力を入れています。t u b y は今後も新たなメンバーの合流や新しいプロジェクトの発表などを行っていく予定です。t u b y はジャニーズ事務所への忖度や制約から解放されたことで、自由度や可能性が広がっています。 トゥービーはジャニーズ事務所とは異なる方向性でアイドル業界に新風を吹き込んでいきそうです。実業家の三崎祐太氏は、滝沢秀明氏が率いる新会社、トゥービーについて研究しました。元キングプリンスの平野翔と神宮寺祐太が、滝沢氏と共に株式会社トゥービーで活動することを発表しました。 三崎氏は、この発表に対し、滝沢秀明氏の、キュービが話題だね。昨晩は、元キンプリの二人の所属が発表されたけど、ジャニーズで叶えられなかった夢をここで叶えて欲しいと思う、とエールを送りました。さらに、性加害問題をうやむやにしている事務所では、海外は目指せないよ。 所属タレントのためにも、ジャニーズは、早く誠実な対応をするべきだと思う、と、ジャニーズ事務所を批判し、一連の性加害問題への早急な対応を求めました。モートキングプリンスのメンバーである平野翔シ神宮寺優太がナックに、それぞれ個別に始めたインスタグラムのフォロワー数が、 解説から18時間後の8日午後2時までに合計268万人に達した。二人は7日の午後7時に、滝沢秀明氏が設立した新会社 Tubey の YouTube ライブにで、Tubey に加入することを宣言した。その際、平野は個人でやるのは初めてなので、やり方がよくわからないです。 毎日、髪が乱れているんですが、そういうのを見たい人は誰なのかな、と言い、神宮寺は本当にセミナーなどに参加したいですね。<は>こんなことを見たい、と言ってくれたら、逆に助かります、とファンに呼びかけました。同じく午後8時頃、二人は宣言通りに、 最初の投稿を行いました。平野は、神宮寺との4枚のツーショット写真と1枚の単独の画像を投稿し、平野翔です、とコメントしました。アーティスト神宮寺と平野が SNS での投稿を行い、多くのファンからのコメントが寄せられている。また、平野 神宮寺ファンクラブへのアクセスが集中しており、入会完了までに時間がかかっていることが公式サイトで伝えられている。昨日フォローしようとしたら、皆さんが一歳にフォローしようとして制限かかり、フォローすらできず先ほどできました。ファンクラブも込みすぎててなかなか入れませんが、頑張ります TYouTube の配信で、 スタッフさんたちの笑い声聞こえたりして、なんだか、すごくアットホームな感じで、素晴らしい会社なんだろうなと感じました。今までできなかったこと、思い切りして楽しく仕事して、楽しい人生を歩んでほしいんこれからのトゥービーにもう大期待こんな感じでオフショットとかが見れるのをファンからしたら最高だよな。 平野く君文章を打つの苦手って言ってたから、写真メインのインスタはすごく相性を良さげ。家事に、育児に仕事に忙しい日々の支えがんくんでした。